皆さんこんにちは、サルです。今回もワークマンのチタン合金ペグについて続きをやろうと思います。今回はワークマンのチタン合金ペグについて多くの視聴者さんからいただいた質問に回答するために追加撮影編集しましたので、良ければ最後までご覧ください。このワークマンのチタン合金ペグ、重さが 45g ということで、同じワークマンのスチール鍛造ペグに比べると約半分の重さとなってます。もっともアルミ製のペグやアルミ合金のペグに比べると重たいのですが、その点は前回までに強度の確認ということで、私なりの実験動画もしましたので、良ければそちらの方もご覧ください。アルミペグといっても、ユニフレームのジュラパワー250のようなものは相当な強度があると思いますので、一概にアルミは弱いということではないんですが、前回はダイソーで売ってる 23cm の Y 型アルミペグで確認をしてみました。結果はご覧の通りです。実は前回の動画の後、実際にテントやタープを張って確認した方がいいんではないかという思いがよぎりまして、庭にテントを張って試してみました。その際、私が持っているペグの中では一番強いと言ってもいい、コールマンのソリッドスチールペグですね、30cm のもの、結構太いんですけど、こちらを使って庭の硬いところに今回はですね、ちょっと強引にペグ打ちをしたところ、このペグが折れるという事態が起こりました。まあ初めてのことでしたけど、うちの庭ですね、以前土の下に砂利を敷いたことがあって、その砂利に当たってしまうとペグを打ってもなかなか入っていかないんですけど、まあ力ずくでやった時にこんな風に折れてしまったということなんです。決して弱いペグだとは思ってないんですけど、今回はたまたまということかもしれません。ただ同じ場所でワークマンのチタン合金ペグを使ったところ、スムースに入っていきまして、まあこれはワークマンのチタン合金ペグが直径が 7mm しかないので、コールマンのソリッドペグに比べると細い分石を避けて入っていくということがあるんだと思うんですけど、そうした意味でも頼りになるペグだなと思いました。では、それから1週間テントを張りっぱなしで放置した時のペグの様子を確認してみようと思います。今日日曜日なんですけど、実は先週の月曜日に張りましたので、ちょうど1週間目ですね。その間、雨も降って、まあ、風も吹いて、結構春のね、天気らしい、荒れた天気だったんですけど、こんな風にペグはね、しっかりと刺さっておりまして、緩んで打ち直しをする必要もなかったです。ただ、一昨日まで2日ほど雨が降ってたので、ちょっと地面も柔らかくって、手で引っ張るとね、抜けるような感じだったので、ぐるぐると回しながら持ち上げました。ちょうど1週間刺さりっぱなしだったんですけど、どうでしょうか。パッと見は、大きな様子の変化は見られない感じですね。なかなか優秀です。では、洗ってみましょう。まあ、表面とかね、どんな風になってるのか、泥棒として確認をしてみたいと思います。春先なんですけどね、もうまだ風が強いせいでね、気温が3度とか4度で結構寒い日が最近続いております。皆さんもね、風邪には気をつけてください。一度暖かくなった後ね、寒くなるとね、急に冷え込んでね、風邪ひいちゃったりしますので、くれぐれもお体に気をつけてください。はい、洗ってみました。こんな感じですね。もともとね、地面から上に出てる分については、全くね、問題はありません。まあ、チタンなのでね、雨で錆びるということもありませんし、このあたりは安心です。で、結構硬い地面に打ち込んだんですけど、砂利がね、ある地面だったんですけど、曲がってるような様子もなく。で、先端がですね、よーく見ますと、少しこう、なんだろう。やっぱり石をね、砕きながら入っていったのか、傷だらけみたいにはなってますね。砂利の中をね、私がね、ハンマーでね、ガンガン打ったので、それでついた傷は、幾分あるような感じですが、はい。ただね、強度的に問題がありそうな大きな傷とか、ひびとか、曲がりは、全く見られませんでしたね。はい、こんな感じですね。まあ本当に傷はね、いっぱいついてますけど、傷ついた部分がね、錆が出るとかそういうこともないですし。で、あと皆さんからですね、たくさんいただいてるご質問で、この溶接部分が弱いのではないか。溶接が外れそうで心配だ。そういうのをね、たくさんいただくんです。で、私が見た限り、よくね、この溶接は内部まで溶かして、しっかりとね、一体化しているように見えますので、その表面だけくっついたようなね、チャチな溶接ではなくて、工業的にね、技術のある場所でね、きちんとやってるように思うんですけど、皆さんの質問にね、回答するために、あえてですよ、引っ張ってみようと思います。これはね、もう絶対にね、皆さんはやらないでください。こういう力がかかることは普通はまずありえないのでね、明らかに人為的なんですけど、引っ張れば外れるんじゃないかっていう、あれ何らかの拍子でね、壊れるんじゃないかっていうご質問が多いようなので、あえてです。あえてやってみます。ベンチで掴んで、結構ね、ペグの先端、なるべく端の方を持ってやれば、テコの力でね、溶接部分に大きな力加わりますので、外れるなら、外れるんですけど、曲がるぐらい弱くないよっていうか、これやっちゃうとここが壊れるからさ。ということで、ご覧の通りですね。フック部分がですね、曲がるまで引っ張っても、広がっちゃった。フックが広がったんですけど、溶接が外れることはなかったので、もうね、これは完全に溶接の部分は一体化してる。内部までね、溶けてきちんと固まって、一つの金属にね、合体してると思っていいんではないかなと思いました。はい。曲がっちゃったのをね、戻そうとして今度反対に曲がってね、ぐにゃぐにゃなってます。要はね、これぐらい溶接の部分はですね、もう一切びくともしない頑丈であるということが、この様子からもね、見てお分かりいただけるんじゃないかなと思います。ここは絶対弱くないね、これね。はい、私ワークマンの回し物でも何でもないですよ、もちろんね。自分で買ったペグで。中まで溶けてくっついてる感じするよね、きっちり。ただね、あまりにも皆さんからね、質問が多かったので、見た目がね、なんか溶接っていう感じなので、確かに弱く感じる方が多いのかなと思って、やってみた次第です。溶接されたことある方なんてあんまりいないかもしれません。私はね、スチールだったら何度かね、家庭用の溶接機でやったことがあるんですけど、表面にね、溶けた、溶接棒の溶けた部分がつくだけだったので、それは弱いんですよ。で、内部までしっかり溶かしてね、一回、溶け込んだ上で固まらせて一体化するとですね、もうそれは外れないんですね。だから接着剤でくっつけたような感じのそのつき方じゃなくて、もう完全に金属が一体化してる。フック部分と本体の軸の部分が一体化してればですね、少々のことで外れるということはないし、そんな外れるような力を加えるときはですね、別の部分が壊れる可能性の方が高いんではないかなと思って、はい。私なりの個人的な感想です。工業的なね、何か特別な専門の知識とかね、経験があるわけではありませんので、あくまで素人の判断ではあるんですけど、十分に頑丈に作られてるんじゃないかなと思ったので、ご報告でした。この動画、何かの参考になった方は、高評価ボタン、それからチャンネル登録いただけると嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。